自由民主党の丸川ででごござざいいいいいいいままますすす佐川さんうはおおいたいただいてありがとうございますよろしくお願いいたしく願本日、佐川さんの証言の聴取を行うにあたっては、この予算委員会で、私たち与党も賛成して議決を行いました。かつて理財局長として答弁にこの場に立たれ、そして国税庁長官まで務められた国,国家公務員の方が、このような形で国会においでいただくことになるというのは、 行政の信頼を損ねたという点で、非常に残念です。3月12日の理財局の調査報告により、国会の議論がこの1年近くにわたって、書き換えられた公文書に基づいて行われていたことが明らかになりました。民主主義の根幹を揺るがす由々しき事態です。さらには、公文書の書き換えという大それたことを、財務省の官僚だけで判断できるはずがない。政治家が 関与しててをして書き換えが行われたのではないかといいう国民の疑念が生じていますこの書き換え問題で生じた不信や疑念を払拭できるのは、今日の佐川さんの証言にほかならない、私たち与党も強い思いを持ってこの場に臨んでいます。そしてぜひこの書き換えが二度と起こらないように、再発防止に欠かせない真相の究明に資する証言を、 お願いいいをしたいと思いますもちろん、議員証言法第4条に保障された刑事訴追を受ける恐れのある者が証言を拒む権利について、十分踏まえた上でのことでございます。国民の行政への信頼の回復を図るためにも、そして佐川さんが財務省に残してきた後輩たちのためにも、誰の指示でなぜ書き換えが行われたのか、シリーズ限りの事実をお話しください。よろししくお願い,いたします 川省議員まず、この理財局で行いました、この決裁文書の書き換えでございます。え若干だけあの長くなりますが、ご説明を申し上げます、えー。昨年の2月でございまして、森友学園に対する報道が2月の上旬にございました。えー、国有地の売却の,その価格が控え時だったというのが、 報道の発端でございまして、でそれ以降、2月の十日以降だと記憶してございますが、連日、あの国会でご質問をいただきまして、えーまあ、事務方の話でございますけれども、連日、連夜、国会答弁の資料を作ってございました。そういう中で、当然、この国会の方から資料のご要求がございました。それにももちろん対応するということでございます。ただ、先ほども申し上げましたが、この案件は、 まさにこの理財局の,その国有財産行政における現場、近畿財務局におけます個別の案件でございますので、そういった資料は、それは現場にございます。従いまして、こうした資料要求にする対応は、理財局の中で国会対応しておりましたので、理財局の中で行ったわけでございます。そそうううういい意味ではは私どもはそういう個別案件につきましてあの 官房にご相談をするようなことでもございませんし、報告をするようなことでもございませんし、まして、その官邸に何かご報告するとか、そういうことはございませんでしたので、まさに本当にこれは有罪局の中で行った話ということでございます。それから、あのそういう意味では、その委員のご質問で、一体その誰がどういうふうな指示をしてどうしたのかという話でございますが、 この理財局の中ということでありますれば。 もちろん、私が局長で、それ以下幹部、職員がおるわけでございますが、えー、先ほども申しましたけれども、この件について、今まさにあの捜査の対象になっております。従いまして、私がこの書き換えられました決裁文書について、どういうふうにいつえ認識したのかといったような点につきましては、まさにこのお書き換えられた決裁文書に関わる問題でございますので、その点につきましては、えー、今、刑事訴追のおそれがございますので、えー、答弁はご了承 させていいいいたただきたいとういうふうに思います丸川珠代君、はい。それでは、ご自身の関与は別として、当時、佐川さんが理財局長であったときに、文書の書き換えが行われたということについては、これ、事実でしょうか丸佐川証人あの。お答え申し上げます。えー、その森友学園の問題が その要するにこの新聞報道で、えー、国会も含めて大きな問題になったというのは、昨年の2月以降でございます。え従いまして、えー、そういう,うその推測と申しますか、えー、予測は成り立つわけでございますが、現実に本当にその、 決裁文書そのものがいつ書き換えられたかどうかという点につきましては、それはもうまさに今、委員おっしゃいますしたように、私の関与も含めて全体の経緯の話になりますので、その点についても、刑事訴追のおそれがございますので、その点、ご容赦願いたいと思います丸川珠代君。では、ご自身の関与も、いつ知ったかという時期も別として、医財局内部で書き換えが行われた。 これはもうすでに今の理財局長が認めておられることですが、佐川さん、お認めになりますか佐川証人、お答えしあの今の理財局長は、多分その今の財務省の,あの調査、 に基づいいいてて答弁をされているんだろうというふうとふに思いますので私はその財務省の調査についてはあの承知してございませんので、え理財局長の答弁についてはあのお答えする立場にはございませんが、えー、先ほども申しましたが、こういう個別案件は、えー、まさに国会対応している理財局の中で行うというのは、それはもう極めて通例でございますので、理財局の中で行われたというふうに考えてございます丸川智代君。 考えているというお答えでございましたえこの書き換えを誰が指示したのかというのは国民の非常に大きな関心の的でございます理財局の内部で書き換えが行われたということでございますが改めて確認をいたします佐川さんあるいは理財局に対して安倍総理からの指示はありませんでしたね佐川承認ございませんでした丸川智也君 念のために伺いますが安倍総理夫人からの指示もありませんでしたね佐川証人ございませんでした丸川智代君少し丁寧に聞きますの官邸の官房長官官房副長官総理秘書官からの指示はありましたか佐川証人ございませんでした丸川智代君では安倍総理の秘書官からの指示はありましたか 佐川証人ございませんでした丸川智代君ここまでの証言を踏まえますとまず官邸からの指示はなかったということになります間違いありませんか佐川証人間違いございません丸川智代君財務省内についても念のため伺いますが麻生財務大臣からの指示はありましたか佐川証人 大臣からの指示もございませんでした丸川珠代君麻生財務大臣の秘書官からの指示はありましたか佐川証人財務大臣秘書官からの指示もございませんでした丸川珠代君財務省の事務次官官房長などの大臣官房や他の局の幹部からの指示というのはありましたか佐川証人 大臣官房、その他の部局からの指示もございませんでした丸川智代君。念のため伺いますが、ほかの局の幹部と書き換えを図ったということはございますか田承認あの私が理財局長時代に、この資料の対応をしているということでございますので、そういう意味では理財局の中でやっているということでございまして、ほかの局の幹部と相談すると、私が相談するということも全くございませんでした。 もう一度佐川署に大変失礼いたしました、えー、理財局の中だけで、えー、やった話でございます丸川智代君、はいまあ、先ほど、ご自身がおっしゃった理財局内部でということを丁寧に確認をさせていただきました、そして理財局内部で誰が書き換えを発案し、あるいは指示したのかについては、証言を拒否されるということでございますが。 今、太田理財局長は答弁では、佐川さんの関与の度合いが大きかったと答弁しています。そして佐川さん自身が先ほど、当時の理財局長、担当局長として責任はあるとおっしゃっています。一体どのような責任がこの書き換えに対してあるのか、もう一度ご答弁ください佐川証人、はいあの。今回財務省の方で この決裁文書の書き換えに対する調査結果を事実として国会に報告をしたということでございますので、書き換えはあったということだと思っております。そういう意味では、私自身が当時の担当局長、理財局長でございまして、理財局としてそういうことをしたということでございますので、それは当時の局長として大変重い責任があるというふうに感じでございます丸川智也君では。 少し質問を変えますこの書き換えの目的についてお話をいただけますでしょうか、誰の指示で行われたか、いつ行われたかということは別として、この書き換えは、例えば安倍総理や総理夫人の名前を記録から消すために行われたんでしょうか澤あの 大変申し訳ございませんが、この決裁文書の書き換えの、そのいわゆる経緯に関わるお話でございます。えー、従いまして、えー、その決裁文書で誰が指示をしたのか、えー、どのような対応でその書き換えが行われたのかということそのものが、今、捜査の対象となっているわけでございますので、大変恐縮でございますが、えー、刑事訴追のおそれがございますので、当然、控えさせていただきたいというふうに思います。丸川智也君 理財局が、まあ、内部で書き換えを行って、まあ、太田局長からの答弁から推測するに、非常に大きな関与を佐川さんしたけれども、佐川さん、今ここでは証言ができないということでございます。私どもとしては、書き換えがなぜ行われたのかということにの解明に資する証言をぜひお願いしたいと思っているところでございますので、ここでもう少し質問を変えまして、 書き換え前の文書と書き換え後の文書、そして佐川さんの答弁を比較することによって、その理解を深めていきたいと思います。よく見ておきますと、この書き換え前の文書と書き換え後の文書、そして佐川さんの答弁に見比べますと、答弁に基づいて修正されたと思われるポイントが三つございます。一つは、森友学園と価格交渉を事前にはしていない。あるいは価格を提示していない。 そして2点目は交渉記録、あるいは面会記録は残っていない、そして3点目は政治家からの働きかけはなかったというものであります。まず1点目の事前の価格交渉、あるいは価格の提示について伺いますが、佐川さんが最初に答弁を立ったのは、この件で答弁に立ったのは昨年の2月の15日です。 でこの当初の答弁からしばらくの間を見ておりますと、当初、まず原理原則にのっとって、事前の価格の提示や、あるいは価格の交渉はないということをお答えになっておられます。まさにあの予算決算会計令に基づいて処理をした結果、そうなりますということをお答えになっているわけでありますが、実際、書き換え前の決裁文書を見ますと、 まあそのままの答弁ですと、誤解を生じるかもしれないと思うような答弁が、内容になっていまして、例えば、概算額を伝えるという言葉であったり、度重なる森友学園とのやり取りが、この決裁文書には記載をされております。今からご自身の答弁を振り返って、自分の答弁は誤解を与えるものだったと思いますか人あの。昨年の 答弁を自分の記憶で振り返りますと、あのよく、ちょっとすみません、お時間いただきますが、よく報道でその価格についてこちらから提示をしたこともないし、えー、向こうからいただ,そのい,ただいたこともない、そういう報道をよく私も目にします。で私はその前の前今こう 報道がされている部分の前にですね、不動産鑑定にかけて、そういった価格について、えー、申し上げたことはないというふうに、そこの答弁はしております。それからそれに加えまして、そのこれも何度も昨年、答弁をしておるんでございますが、あの公共税権も含めまして、相手方と土地の売却を行うときに、当然、先方も含めて価格がどうなるかっていうのは、高い関心事でございますから、そういう話になります。でそこは当時もお答え申し上げましたが、 路線価とか工事地価とか、そういうものはオープンになっておりますので、現場においてそういう価格の話をすることはありますが、それは当然、最後は不動産鑑定価格によって決定をしますという答弁を随分させていただいておりますので、えー、そういう意味では、私自身の答弁は、今でもそういう答弁に正しかったというふうに私は考えております。す川君ご自身の答弁が間違いないものであったと。 するなならばなぜ書き換えが行われたと思いますか書き換えが行われたのは事実であると考えるとおっしゃいましたので、ご自身が考える理由をお示しください澤松陰。あの、そこの点、その書き換えがその、なぜ行われたかというのは、実は本当に先ほどから。 繰り返して恐縮でございますが、そこの書き換えに行われた経緯、理由そのものでございますので、そこの点につきましては、えー、その私が先ほど答弁した、その私自身の答弁のお答えはできるんでございますけれども、そこの書き換えを行われた決裁文書に関わる、えー、事柄につきましては、ましい人刑事訴追の可能性があるということでございますので、その点については、えー、ご理解賜りだというふうに思います。丸川君 佐川さんの答弁、2つ目のポイント、交渉記録、面会記録は残っていないというものがございます。この点についても、財務省の行政文書管理規則に基づいて、例えば面会記録は保存が1年,間1年未満なので、事案の終了時に廃棄するということになっているので廃棄されていると、まあ、原理原則に基づいた答弁をされているわけです。しかしながら、後の予算委員会で、 国会議員からの質問で,です、ね、この文書管理規則の中には、重要な実績が記録された文書については、10年の保存期間がかかっているということを指摘されて、またその後さらに佐川さん自身が、重要な契約書とか、売り払い決議書とか、そういうものについては、きちんと30年で保存しておりますと重ねているわけでして、えー、実はこの答弁をトレースしていくと、決裁文書をきちんと確認していれば、 面会記録がなくても詳細の交渉の過程が分かるということは明白です。にもかかわらず、当初の答弁というのは必ずしもそうはなっていない。ここで、佐川さんがいつそもそも近畿財務局が保存している決裁文書を確認したのかということの疑念が湧くわけですが、お伺いします。佐川さんが一連の決裁文書、特に近畿財務局に存在した決裁文書の一言一句に、 目を通したのはいつ頃のことでしょうか。佐川証人、あのまず最初のお話からお答えを申し上げますと、えー、私その交渉協力に関する答弁を何度もしておりまして、えー、財務省の文書管理規則には。えー 表が実は後ろにございましてその決裁文書は30年とか、そのほかはその10年とか書いてございまして、それ以外の規則のところで、その交渉記録等につきましては、財務省の中の取り扱いとして、保存期間1年未満で、具体的には事案終了と,とともに廃棄という規定になっておりますので、そういう取り扱い規定について、国会で申し上げました。 でそういう意味では、その国会、その財務省のお文書管理規則について、えー、申し上げてですね、えーその、その、申し上げ、その規定について申し上げただけだったわけでございますので、そういう意味では、そういう取り扱い規則について申し上げたということでは、大変その、確かに今、思いますれば、国会対応について、 丁寧さを書いていたというのは、もう間違いのないところでございますので、その点につきましては、えー、大変申し訳ないというふうに思っております。それから、講談の方のご質問でございますが、そのいわゆるその決議書、今回書き換えが行われた決裁文書について、その詳しくいつ見たのかというご質問でありますが、これも本当にこの問題で、この捜査のお話になると、この 決裁文書を私がいつ認識したのかというのは大きなああそのお一つのおその観点だろうというふうに思いますので、えー、その点につきまして、えー、さまさにその刑事不正の可能性ということでございますのでご答弁を控えさせていただきたいというふうに思います。丸川君、丁寧さを欠いていたという証言ございました。大谷財局長も丁寧さを欠いていたのではないかとこういう。 まあ答弁をされているわけですが、その意味するところが今一つよく分かりません、もう少し具体的にお話しいただけますか。佐川省人はいその交渉記録に関して、財務省の文書管理規則が、そういう取り扱いであったということのみを述べていたということでございますので、えー、そういう意味では、大変、えー、その質問に対する丁寧さを欠いていたと。 いうことだろうというふうに今、反省をしております丸川玉,玉代君。個別の事案について、きちんと確認をして、答弁をしなかったということでしょうか佐川証人、えー。そうです、文書管理規則のです、ねえー、規定に基づいて答弁をしていたということでございますので、えー、大変その丁寧さを変えていたというふうに思います丸川智代君。 まあその結果、誤解が生じるかもしれないと、決裁文書を後で確認をしたときに思われましたか佐川証人、えー。そのときの認識は、ちょっと今、すぐににわかに思い出せませんが、今振り返れば、大変そういう誤解を招くようなことであったと思いますので、えー、本当に申し訳ないというふうに思っております丸川智代君。誤解を招くなとと思ったきに 答弁を修正しようとは思いませんでしたか。佐川人あの今申し上げましたように、そのときにあのそう思ったわけではなかったというふうに思いますので、今思えば大変丁寧さを書いていたということだと思っております丸川智恵君。今思えばということでございますが、そのとき、答弁を変更することもできたはずです。なぜそれが文書の書のき換えという あっってはならならい行為につながったと考えますか佐川人丁寧さを欠いた理由には、まあ、あの当然、お叱りを受けると思いますが、当時、本当にこの局内、えー、私も含めて、連日、連夜、朝までという日々でございまして、本当に休むことのできないような、 月曜日から金曜日まで毎日ご質問をいただいている中で、まあ、そうした余裕がなかった、それはもう、お叱りを受けるのは重々承知でございますが、えー、全くそういう余裕がなかったというのが実態でございました申し訳ございません丸川珠江君現在時点で振り返って、ご自身の答弁を訂正、あるいは変更するおつもりはありませんか。佐川人あの 交渉記録がなかったという意味において、その現在、そういう交渉記録、例えばその決裁文書の,その書き換え前、財務省が提出しました、えー、調査結果においてです、ね、交渉記録に類するような記述、えー、があるわけでございますので、えー、そういう意味では、 大変本当に丁寧さを書いたとただまあ当時そういう個別の都度都度の,の交渉記録は一、えー、年未満で廃棄するという規定だということで、えー、答弁を申し上げました大変申し訳ありません丸川君なぜそのように答弁されたんですかあれ佐川省人繰り返して恐縮ですがやはり、えー 相当局内も騒然としておりまして、そういう丁寧な対応ができなかったと、あのお叱りを受けていると思いますが、そういう余裕がなかったということで、えー、大変その申し訳なく思ってございます丸川君。大変残念なことです。 森友学園の土地の国有森友学園への国有地の貸し付け並びに売り払いの取引そのものに総理あるいは総理夫人が関わっていたかどうかというのも国民の大きな関心事ですこのことについてお伺いします安倍総理あるいは総理夫人から森友学園との国有地の貸し付け売り払いについて何らかの指示がありましたか佐川証人あの 貸付契約、それから売り払い契約が行われた、あ売り払い契約が実質的にあの結ばれた、えー、28年の6月の半ばまでということになりますと、あの私、理財局にはおりませんで、その現場で私がそこを対応したわけではないんですが、昨年の国会答弁を通じまして、 公的取得要望から始まって、貸付契約、リハい契約の経緯について、勉強もし、局内でもいろいろ聞いて、ですねその過去のそのものを見ておりますけれども、その中では一切、総理や総理夫人の影響というのがあったということは、私は全く考えておりません丸川君。それでは、総理の意向を受けた官房長官、官房副長官、総理補佐官、 あるいは総理秘書官、そのほかの官邸関係者から指示はありましたか佐川証人。今申しましたように、その昨年、私があの勉強した範囲でございますけれども、そういうものも一切ございませんでした丸川君。それでは、明確な指示ではなくても、従わざるを得ない、何らかの圧力を理財局が受けて、判断を変更したという経緯は確認できましたか。佐川人 私があの昨年、ずっと国会答弁の中で勉強した中では、そういうことはございませんでした丸川君。あの書き換え前の文書の中に、特例的な内容、特例的な処理、特例承認、あるいは本件の特殊性という言葉が出てきます。これらの特例的、あるいは特殊性という言葉は、官邸の関与を意味しているのでしょうか。あるいは総理夫人の 関与意味しているんでしょうか佐川省人あの特例省人につきまして、えー、私昨年国会で御答弁をさせていただいてございます、えー、普通国有財産は売却が中心でございますが 貸し付けをすることもできることになってございまして、通常はやはり売り払いをするためにも、3年程度の,賃貸あの貸付契約というのは通常ですが、通達上、3年と書いてあるんですが、これによらない場合には、本省の特例承認をもらって、ですね、えー、帰ることができると。 いうことで、えー、実はこれは定期退職、事業用の定期退職、えー、契約でございますので、法令上10年が最適期間でございました、従いまして、この3年では間に合わないんで、本省の特例承認を取るということで、本省で特例承認をしたということでございまして、その特例とはそういう意味でございますというのは昨年、ご答弁をしております。丸川君 ということはこの特例あるいは本件の特殊性という言葉は官邸の関与あるいは政治の関与を意味しているのではありませんね佐川証人そうではございません丸川君では総理夫人が森友学園の名誉校長であることが貸付契約や売買契約に何らかの影響を与えた経緯はありますか佐川証人、えー、総理夫人が 名誉校長であるという話は、2月の最初の報道で私も知りました、ただ、その私、昨年ずっと勉強しておりますが、やはりきちんとこの貸付契約、あるいは売却契約ともに、すべて不動産鑑定にかけた価格で契約をしておりますので、そういう影響はございません丸川君。それならば、なぜ書き換えを行って、安倍総理夫人の名前を削除したんでしょうか佐川証人。あの 人人の上限を求めてよろしいししいいですか佐川人失礼いたしましたあの書き換え前の決裁文書に関わる話、全般につきまして、やはりその経緯そのものでございますので、えー、刑事訴追の恐れがありますので、そこは答弁を控えさせていただきたいと思います。丸川君 では、改めて伺いますが、この森友学園への国有地の貸し付け並びに売り払いの取引に、総理、そして総理夫人が関わったことはないと断言できますか。佐川人あの私が昨年勉強して、ずっと一連の書類を読んで、国会で答弁させていただいた中でいうか、総理も総理夫人の影響もございませんでした丸川君。わかりました。 最後にに佐川さんに伺いますあの本来適正に管理されるべき公文書がこのような形で、行政自身の手によって書き換えられてしまった、再発防止のために何が必要だと思いますか佐川証人。まあやはり、えー、規則、今、あの理財局のほそで、えー、その公文書のいやあの、例えば国立財の売り払いについてのそういう。う 行政書類の見直しなんとかを行っているというふうには聞いておりますけれども、やはりそういうものも大事でございますし、公務員一人一人の強い意識も大事だろうというふうに思ってございます鳴川君。 少なくとも今回の書き換え、そして森友学園の国有地の貸し付なレべり、売り払いの取引について、総理、総理夫人、官邸の関与はなかったということは証言を得られました。